ラゾーナ川崎ラゾーナ、川崎プラザグランドステージ側から建物を望む5階からの展望 JR 川崎駅構内自由通路に直結した正面入口、ラゾーナ川崎プラザは JR 川崎駅西口前の再開発地区、ラゾーナ川崎に2006年9月28日に開業したショッピングモール。レック東芝不動産株式会社と三井。 不動産株式会社の共同出資による施設である。三井不動産は当初、ララポート川崎の名称で開業する予定であったが、当時の川崎市長で、ラゾーナ川崎の再開発事業を推進した安部高雄が他にもある名前だと目立たない。川崎にしかない名前をと、独自の名称を強く要望した結果、ラゾーナ川崎という名前になった。ラゾーナ川崎は、 2000年に閉鎖された東芝川崎事業所の跡地を再開発した施設であり、ラゾーナ川崎プラザの敷地は東芝が定期借地権で対応している。2018年度の売上高は953億円であり、ララポートの基幹店であるララポート東京米を抑えて三井不動産が運営する商業施設の中で第1位であり、ショッピングセンターとして 成田国際空港に次ぐ第2位の売上高を誇る。ラゾーナ川崎プラザの大屋根はリカルド・ボフィルがデザインを担当し、広い敷地と自然最高を生かして買い物中にも中央広場から空が見えるなど明るく開放感のある構造になっている。随所に旧東芝工場時代の正門看板やポンプなどがオブジェとして設置されており、屋上には 出雲大社の分社が移設されている。JR 川崎駅には東口と西口の二つの出口があるが、これまで西口の駅前には東芝の工場が立地しているのに対して、商業施設の大半は京急川崎駅がある。東口側に立地していたため、これまで駅の利用客のほとんどは東口を利用しており、西口を利用するのは東芝関係者と 周辺住民のほかは、幸福方面へ向かう路線バスの利用客や、産業振興会館などの周辺施設利用者などごく一部だけであった。西口側は工場移転により空いた土地を活用する再開発事業が盛んに進められており、明治製カート地にソリッドスクエアの開業、川崎市主導の都市再生事業として進められた。 バスターミナルの整備やミューザ川崎の開設に続き、地権者の東芝と三井不動産が主導して進められた再開発事業の中核商業施設が、このラゾーナ川崎プラザである。駅西口に直結する利便性と東口の既存施設に劣らない大規模さを兼ね備えた商業施設が誕生したことにより、川崎駅を訪れる人の流れが大きく変わるとともに、これまで 工業地帯、東京と横浜の通過点というイメージを持たれがちで、あった川崎駅に人を呼ぶきっかけとなる。T 字型に建設された地上5階建ての建物からなる。各階とも東端と西端に大型店舗、施設を配置しており、ビッグカメラは1階から4階までの4フロアすべての東端に入居している。1階は南側のフードコート、 食品フロア以外はすべて大型店舗となっている。5階は109シネマズとコナミスポーツクラブのほか、多目的ホール、ラゾーナ川崎プラザソルがあり、演劇や有料ライブ、格闘技などのイベントが開かれている。三井不動産系列の主要商業施設で売り上げ後一くらいの施設であり、ショッピングセンターとして、 全国でも成田国際空港に次ぐ国内2位の売上高を誇る。1階に出展するスーパーサンマは年商70億円の売上を記録し、ラゾーナ川崎プラザの施設全体として年商700億円の売上を記録する。2012年には年商1000億円の売上を目指してリニューアルを実施した。南側の2階がオープンスペースルーファ広場となっており、 4階まで屋根のない吹き抜け構造になっている。ルーファー広場の南側にはイベントスペース、グランドステージが設けられており、歌手のフリーライブがよく行われる。2008年には水谷豊、周知新、ブレイカーズなどがフリーライブを行っている。東京都心から近いことにより、中には1万人を超える観客が来ることや、ライブの様子が情報番組で取り上げられることもある。 ライブ開催時には、ステージの後ろに白い幕が降りているが、2008年2月に行われたリズムのライブの直前に、強風で破れたことがある。ステージの反対側にはスクリーンがあり、ライブ開催時には出演者の映像が流される。基本的に開館当初から、年中無休で営業しているが、ビッグカメラなど一部の店舗を除き、毎年2月の第3木曜日に、 法定点検のため休館する。ありがとうございます。